こんにちは、トラスト企画随一のフェラーリマニアの阿部です。今日はですね、この間の動画皆さんご覧いただきましたかね。僕とみーくんでちょっとねお休めのフェラーリの紹介をしたんですけれど、今日はこちらの車をあの時はね軽くしか紹介できなかったんですけれど、まあ、普段の車両販売のように傷の状態とか内装の状態を細かくねご説明していきたいと思います。で、初めにねお伝えしたいんですけれど、これ以前の動画ではすごいパワーワードでしたよ。全部付きパーツ、全部付きパーツとして販売するよっていう風にねみーくんが言ってたと思うんですけれど、今回はですねトラスト企画としては初めて、まあというかですね、今まで中古車をねいろいろ紹介してきたんですけれど、基本的には業者の方のみにお売りするっていう形で紹介させていただいてまして、業者の方向けのお値段なんで相場よりはねかなりお安くご紹介させていただいてたんですけれども、やはりね一般の方からのお問い合わせがすごく多くて、ちょっと一般の方もすごく買いたいですみたいなねお問い合わせをすごくいただくので、新しい販売形式を作りました。それが、まあ、丸ごとパーツ、全部付きパーツ車っていうことなんですけれど、まあ、全部付きパーツ車ってどういうことかっていうと、車体もちろん全部パーツはついてます。欠品はなし、ちゃんとエンジンもかかって走りますよ。あとは車検を取るために必要な書類とか、まあ、保証書とかが もともと車についてれば全部ついてますよっていう状態なんですけれど、基本的には中古車としての販売ではなくて、まあ、パーツっていう販売になりますので、例えばね買っていただいた後に壊れてしまったりとか、もともとあった不具合に関してはご了承くださいねっていう、まあ、販売形式になってます。で、業販っていうのはもともとどういうことかっていうと、まあ、こういう車を買っていただいた業者様が自分のところの工場とかに持って行っていただいて不具合箇所を直して一般のお客様に売るみたいなところだと思うんですけれど、まあ、丸ごとパーツっていうことで、まあ、その不具合とかですね納車の時に必要な整備等々を自身でやっていただけるオーナーの皆さんに業者の方と同じお値段でお売りするっていうのが丸ごとパーツ、丸ごとパーツ全部付きパーツ車っていうことです。まあ、なので事前にねご了承いただきたいんですけれども、例えばね不具合とかあった場合にはその辺はご了承していただいてご購入いただいてるっていう解釈になりますのでご了承ください。で、まあ、こういうねかなり値段の高い車、まあ、高級車に関しては必ず原車確認をしていただいて納得していただいた方のみに、まあ、お売りするっていう形になると思いますので、気になった方はすぐにご連絡いただければと思います。相場よりかなりお安い値段で出してますので、もうねこの値段でフェラーリ買えるチャンスはめったにないと思いますので、よろしければ、販売価格のところを確認してみてください。では傷の状況とかね細かく説明していきます。はい、では早速紹介していきましょう。まずこちらのお車は、平成11年式のフェラーリ F360 モデナでございます。で、こちらのお車はね、6速マニュアルではなくて F1 360モデナ F1 というグレードですので、フェラーリの F1 マチックのミッションがついております。色はロッソコルサです。では早速外装から紹介していきます。まずはフロント周りなんですけれど、基本的にね塗装の程度は悪くないです。ただこういうところですとかこういうところ飛び石の傷がありますね。この辺はどうしてもね高速道路を走るとこういう風に飛び石傷ついてしまいます。ちゃんと走ってたフェラーリなんでしょうねこれきっとね。ただ飾っておいただけではないっていう風な印象です。で、こちらはねノーマル車高、サスペンションもノーマルなんですけれど、やはりこういうところに擦り傷が株はあります。
うん、こちら側も映ってますね。よくね、立体駐車場とかで、あの普段シャコタンの車乗ってる人はちゃんと段切りしていくと思うんですけど、フェラーリとかね、車高の低い車に乗り慣れてない方はこうまっすぐ入ってってすっちゃうみたいなねことが結構ある気がします。はい、では次にボンネットライト付近なんですけど、360のライトって黄ばまないんですかね。すごい綺麗です。ちょっと影になってるかな、分かりづらいですかね。割れもね、曇りもなくて、この中のインナーのね、塗装の状態もすごくいいです。車庫保管だったのかな、もしかしたらね。で、ボンネットとかの傷はね、ほとんどないです。磨き傷ぐらい。であとここに少し塗装の劣化があって、少し水垢があるかなといった感じですね。この辺は磨いたらもうピカピカに復活すると思います。うん、やっぱこういうところに細かい傷が飛び石でしょうね、少し見受けられます。はい、では今度横の方行きます。こちらは純正ホイールで、タイヤサイズも純正のままですけど、ブリヂストンポテンザの S001 が入っております。溝もまあまあ6分山ぐらいですかね。まだまだ使用可能な感じです。でホイールのガリもね、まあ、フロント周りはあんまりないですけれど、綺麗なもんですね。でブレーキはどうでしょう。お、ブレーキもほとんど減ってないですね。まだまだ使用可能です。うん、いい感じですね。フェラーリ、このエンブレムがかっこいい。これステッカーじゃないんですね、ちゃんとこう段差がありますね。はい、で今度はフロントガラスですけれど、フロントガラスはですね、飛び石ないです。フロントバンパーにね、結構飛び石があったんで、ガラスにもあるかなと思ったんですけど、ほとんどないですね。というかないです。これ結構フロントガラスが寝てるから飛び石にならないのかな、フェラーリとかの場合。どうなんだろう。うん、まあこういうミラーのとこに少し傷があったりですとか、まあ、本当綺麗なもんですね。ドア付近の傷はねほとんどありません。こういうところに少し傷があるぐらいで、一番傷が多いのはこのダクト、この辺ですね。これは何が原因でこうなっちゃったのかわかんないんですけど、かなりこの辺は傷がありますね。まあ大きいとこはこれぐらいですね。本当に横すっごい綺麗です。でリアフェンダー付近、この辺はね、355はここにこう塗装にクラックが入るのが定説って言ってたんですけど、360からこういう曲面的なデザインになったんで、そういったところの傷はございません。すごく綺麗です。で、リアのタイヤホイールもガリないですね。ガリ傷はないです。綺麗だな。でリアもね、ポテンザの S001 履いております。うん、ブレーキもまあまあまだ使えそう、いい感じです。で今度は、リアバンパーセクションなんですけれど、360はもともとこういうメッシュのグリルになってるのかな。355はねチャレンジの場合だけこういう黒のグリルだったんですけれど、もしね、純正とは違うところとすればこういうところ、まあマフラーもノーマルですし、バンパーも全てノーマルと言ったところで、こういう角の擦り傷とかもないですね。おお、すごい。この辺の形状はエアロダイナミクス考えられてますね、かなりね。あそこに1本こうバーがあるんですけど、あれは足回りのパーツなのかな。すごいですね。この辺は355と違うところだと思います。かなりね、奥の方からアップスイープ来てますね、ずっと。かなりダウンフォース効きそう。
リアバンパーはね綺麗ですね、まあ、この辺にどうしても走行した時の飛び跳ね石傷とかはありますけど、こういうよくすりがちな角とかそういったところに傷はありません。で今度はエンジンフードなんですけれど、355はね、鉄板バーベキューグリルみたいなやつだったんですけど、360からガラスになってます。でガラスね、かなり排熱が厳しいっていう話聞くんですけど、この部分がメッシュになってるんで、ここから熱が逃げていくと、であとこっちの方からも逃げていくみたいな、そういう形になっております。でエンジンフードの劣化ポイントとしては、ちょっとここになんか垂れた跡、これもしかしたら磨けば取れるかもしれないですね。なんか付着した跡があります。ちょっとこういうの本当は僕取れればよかったんですけど、それで塗装傷つけたらまずいんで、とりあえずそのままにしておきました。であとこういうところにも少し汚れというか付着物ありますね。ちょっと洗っても取れなかったですこれはね。はい、では今度助手席側行くんですけど、助手席側のホイールもガリはなくて綺麗ですよ、いい感じ。うん、まあ、フューエルリッド付近、あ、雲がいる。フューエルリッド付近にも少し汚れがありますね。これもちょっと洗っても取れなかったんで、多分コンパウンドとかで磨いたら取れるのかな。でこっちもですね、助手席側と同じようにこのダク、あ、ごめんなさい、運転席側、あ、違うわ、助手席側ですね、助手席側と同じようにこのダクトのところに剥がれがあります。これもしかしたら360の持病かな、こういう感じですね。乗ってる方いたら教えてください。いるかな乗ってる方。でこちら側のドアはですね、ここに少し傷があったりですとか、まあ大きい傷はねないんですよね。で塗装も一回もやり直してないと思います。曲面もすごく綺麗です。うん、ルーフもすごく綺麗。フェラーリの赤って劣化しないのかな、どうなんだろう。ミラーも綺麗ですね、傷もありません。うん、といった外装です。で外装のね不具合が1個だけあるんですけど、フェラーリは鍵を挿して開ける瞬間このウィンドウが少し下がるんですね。これ今下がってるんですけど、これドアを閉めると自動で上がるはずなんですけど、この自動で上がるのがなかなかうまくいかないというか、たまに上がります。普段はちょっと開いちゃってるんで雨の日注意してください。まあ、外装の不具合といえばそこが一番大きいですかね。全体的に見るとめちゃめちゃ綺麗な360ですよね。こんなのがね、全部付きパーツみたいな車で出てくること自体が結構すごいことかなと思うんですけれど、まあ、外装はね以前紹介した通りかなり綺麗です。じゃあ次に内装行ってみましょう。はい、では次に内装です。内装はねこのブラックで統一されてます。本革かっこいい。このね黒とシルバーのコントラストがかっこいいですね。でまあこうやってパッと見るとね綺麗なんです。でシートとかもまあこういうね少しへたりは感じますけど、全体的にはまだまだツヤがあってめっちゃ綺麗ですよ。このキックプレートもすごくフェラーリいい感じでしょ。でドアの内張りもね全然綺麗ですよ。ほらツヤもありますいい感じです。ただ前回もねみーくんご紹介しましたけど、こういう樹脂部分、こういう部分ですね、ここドアハンドルなんですけど、まあ、こういう部分ですとか、あとはこういうスイッチ関係、あ、ついちゃった、スイッチ関係ですとか、よいしょ、こういうコンソール周り、うわベタベタだ、コンソール周り、あとはこういうね灰皿ミラーの調整部分、こういったところはね
かなりベタベタです。でそれ以外のダッシュパネルとかこのダッシュボード関係すごい綺麗なんですよ。ツヤもあるしね、革の部分はめっちゃ綺麗です。んーでパナソニックのねナビもついてます。インダッシュのナビついていて、ハンドルもねほとんどスレとか破れがないです。綺麗なもんですね、ほんと。でまあこれがね F1 のパドルシフト、こっちがダウン、こっちがアップでございます。んーであとは、まあ、この辺がトランスミッション、 これを引いて長押しするとバック、あとはこっちがオートモードで、こっちがトラクションコントロールのオンオフかなのボタンになってます。んーであとは ETC がついててっていう感じですね。ほんと最低限の装備は揃っております。あとね上の方のライニング関係もすごい綺麗ですよ。タバコが吸われたね形跡は今の状態ではないですけど、おそらく灰皿を見るとちょっと汚れてるんで、もともと喫煙者だったのかなと。ただねタバコのヤニの感じとかタバコの臭い感じはね一切今んとこないです。皮のいい香りしかしません。ちょっと助手席の方見てみましょう。はい、助手席です。助手席のシートはねほとんど劣化がございません。めっちゃ綺麗です。一番劣化してるのがねここなんですね。内装の一番の劣化点ここです。これ多分前のオーナーがサランラップかなんか貼ったんでしょうね。うわあえて剥いじゃいますね。うわううこんな感じです。あーこれなんか塗装なんでしょうねきっとね。塗装が剥げてこういうベタベタになるんだ。ここはねまあ買っていただいてまあいろいろカーボンデカールとかね出てると思うんで、それで補修してもらえればもう劣化ポイントないんじゃないですか。こういうところもご自身でちょっとね工夫してかっこよく仕上げてもらえればまだまだまだ全然よろしいかなと思いますよ、こちらのフェラーリね。はい、では内装は以上です。はい、では次にエンジンを見てみましょう。お、結構360のハッチというかエンジンフードは重いですね。やっぱガラスなだけありますね。あ、でもねこのダンパーちゃんと効いてます。下がってくることはないです。 V83.6 リッターですね。なので360って言うんですけれど、このマフラー関係もねノーマルですね。ここに触れたらいけないよってマークがありますけれど、ここにガソリンが垂れると燃えるよってミー君言ってましたね。本当フェラーリ燃えてるのが多いです。なのでフェラーリねこれから買う方とか乗ってる方、車内に消火器は絶対積んでおいてください。まあエンジンルームすごく綺麗ですね。特に僕がクリーニングしたわけではないんですけれど、綺麗だとしか言えない。詳しくない。ただエンジンのね搭載位置がめちゃんこ低いですね。わかります？あそこがヘッドですよ。あそこかなり低いところにエンジンついてます。この上の赤いのはね吸気インマニなんで全然本体じゃないです。でこのサブフレームに乗っかってるっていう感じでしょうね。でエンジン形式は分かりません。でただ、まあ、こういうところのステッカーを見ると、まあ、しっかりオイルのね交換とか管理はされていたのかなといった印象ですね。なぜかポルシェのシールが貼ってありますけど、ポルシェでオイル入れてたのかな。フェラーリをポルシェに持っていくのはなかなか勇気がいりますけれどね。まあ普通に綺麗なエンジンルームです。特になんだっていうところはないんですけど、まあエンジンかけてみてねちょっと音を聞いていただければいいかなと思います。はい、では早速エンジン始動していきます。360はね普通に鍵です。
ですよね。まあ別に普通にエンジン回転は安定してるし、変な音もないんじゃないですかね。なんか V8 らしからぬ音してますけど、まあこれがフェラーリの V8 の特徴なのかなと思います。でちょっとねマフラーの音聞いてください。音量注意です。皆さんすげえ音、多分ね回転数が上がると開くバルブみたいなのが多分あると思うんですよ。だからアイドリングはまあまあ静かなんですけど、5000回転ぐらい回すとねワン、すごくいい音してます。これだけでもフェラーリ買う価値あるんじゃないですかね。いかがでしょうか。エンジンは以上です。はい、ではいよいよフェラーリ乗らせていただきます。ありがとうございます。ただこの車このパドルシフトなんですね。でちょっとそのクラッチの状況があんまり良くないっていう、まあ、触れ込みがあるんでちょっとお安くお出ししてるっていうのがあるんですけれど、まあ、ちょっと実際に走ってみてどんな感じだか皆さんにお伝えしたいと思います。ほんと軽くねぐるっと、つらごまずはこれこっちがアップでこっちがダウンで、今ニュートラルに入ってるんですけど、これで一速に入ります。でこれ行きますね。はい、お普通に動きます。ちょっと待って、私も初めて乗るんだけど怖い怖いっす。あトラック来ちゃった、トラック来ちゃったよやばい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 、あ避けてくれた。車高が低いんでちゃんと入り口は段切りしていかないと。よいしょ。あでもハンドルはすごい軽いですね、フェラーリ。よかった、入れてくれた。右側が左ですね。あでも普通に走りますね。シフトチェンジします。普通にシフトチェンジしますよ。あれ？あ、普通に3速も入ります。いい感じだ。忙しい、ぎこちない。皆さんお先にどうぞ、お先にどうぞあ、こっちなのね。フェラーリに乗ってると心が豊かになるんで譲る気持ちが芽生えますあれ普通に減速、あ減速じゃないや、普通にシフトアップしていきますよ。クラッチ悪いのかな。普通に4速も入ります。5速も入ります。あ6速までちゃんと入りますね。8万2000キロ、まあ、360の中ではそんなにまだ走ってない方なんじゃないかなって思いますけど、どうなんだろうただ1回もクラッチを変えてないってなると、まあ、結構走ってるかなっていう気がしますね。で360のこの F1 マチックは355の F1 と違ってまだまだ直せるものらしいので、まあ、買っていただいてから
直していただく、まあ、今のところ普通に走りますけど、気になる方は直していただいてもいいのかなという気がします。そしてまあ気持ちないですね、全てにおいて。乗り心地どうですか、フェラーリ。阿部ちゃんのタオルが可愛い。これね、もう暑くて首に巻かないと滝のように汗出ちゃいます。で、この F1 マチックなんですけど、低速側でずっと走ってるとハンクラッチの状態が続いちゃうんで、もう早めにアクセル踏んで走り出さないとクラッチに悪いよっていう説があります。あとはこのリバースモード、このチョビ、チョビはチョビはですね、終始バックしてるときはずっとハンクラの状態でクラッチが使われてるんで、長いことずっとバックしてるとクラッチがいっちゃうっていう話を聞きますね。でも普通に走りますよ。ちなみにエアコンも今効いてます、ちゃんと。そうめちゃめちゃ涼しいです。涼しいよ。パワーステもね、全然重くないです。355は結構ハンドル重いなと思ったんですけど、360はすごいハンドル軽いですね。あと車格もちょっと横幅が広いですけど、前後はそんなに長くないんで、そこまで運転しづらい感じは今んとこないですね。なんか355よりもちっちゃく感じる気がします、乗った感じ。乗ってる人でつなぎの上半身ここに縛ってタオル巻いてる人、多分僕だけだと思います。あ、でもちょっと減速したりするときにガクガクってなる気がしますね。そこが不具合なのかな。見づらい。全然見えない。フェラーリに道を譲ってください。お願いします。会社の人たちが値段乗せて売ってるか分かりますよ、トラスト企画の動画見てると。
制限速度まで一瞬でした今。しかもちゃんとギアもね加速中でも変わってたんで、あんまり不具合は感じないんですけど。バックこれですよ。バックはこれをちょっと長押しするんです。こうやって。よし。可愛らしい。本当ちょびちょびちょびじゃないですか。バックレバーが。おお怖っ。これ左のね後ろ全然見えないですよ。あ右の後ろか。よし。同時に引くとニュートラルになります。なるほど、はい、よしはい、ああ無事に戻ってきました。よかった、ぶつけなくて。はい、で、今乗ってみたんですけど全然普通。なんか一応この F1 マチックに不具合があるっていう風にね書かれてたんですけど、今乗った感じだとそんな感じはしなくて、さっきちょっと踏みましたけどクラッチ滑ってる感じもしなかったです。ただこの先乗ってたら壊れる気がしないでもないかな。その辺はご了承いただいて買っていただけるといいと思います。で、こちらの車はね冒頭で説明した通り丸ごとパーツ車としても販売しますし、まあ、業者の方は今まで通り普通に業販の価格でお売りしてますので、まあ、その辺は業者の方よろしければ買ってください。で個人の方でも丸ごとパーツ車として、まあ、買った後の整備とかそういったところはご自身で楽しんでいただける方に今回初めてねお売りしますのでぜひよろしくお願いします。今乗った感じ普通に良かったですよね、うん、きっとね、うん、はい、で外装も綺麗だしね、うん、高齢者マークもついてるし高齢者の方でも OK だと思います。というのは嘘で、はい、俺にはちょっと早い、ね、俺にはちょっと早いですよね、はい、まあ、僕 GTR がいいんでフェラーリの GTR がまだはい私もはい、ということで今日はこちらのフェラーリ紹介しましたが、ページ的には普通に行販のところに載るんですよね。はい、はい、ホームページの方もご覧いただいて気になった方はすぐに問い合わせいただければいいなと思います。でもうお値段言っちゃいますけど420万円ですこの車。420万円。今朝ねカーセンサーで360の相場調べましたけど860万でした。おー、それがねほぼほぼ半額ぐらいで手に入れるチャンスですよ。皆さんよろしくお願いします。でなんか他にもこういう丸ごとパーツ車として一般のユーザーの方にも売りできる車多数紹介していく予定ですので、他の動画もよろしければぜひご覧ください。では今日の動画は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございます。